浅田彩香です。みんなね、理科の時間かな、社会っぽい理科っぽい社会で、池が沼になって、沼が湿地になって、ほんで、だんだん新人に変わっていくまでみたいな、繊維、一次繊維、二次繊維、繊維移り変わるみたいな。ね、そういう、まあ、生物学自然のね、自然環境の成り行きの話、習ったことあるかもしれないけど、それと似た話。ね、今、超安全な爆音族、まあ、動物間の低速暴走族って言い方もあるし、つもりくんヤンキーって言い方もあるし、なんですかね、リストラ発散族といろんな言い方があるんだ。だって、いろんな階層が参加してるから、でも。夫婦仲シスターとか、そんなのもあるし。いろんな人たち、超爆やってあるんだけど、お前ら0か100の0戦かっていうの、グループとか。まるで阿波踊りみたいな、いろんな連がおって。ところが、それと面白くしていったらいいんだけど、それは今度、さすがに社会問題になるから、そんな爆音行為の阿波踊り、車で阿波踊りって言ったら、そいつは規制かかる。だからやっぱり細々とまた始めなしゃあなくなる。そんな努力してまでするスタイルの、そこで、まあそこは俗語じゃないけど、そんなもの。どうしてもこの発散方法しかないんですみたいな。他にはあるよ、なんか。だけどまあ、今のままね、懲罰行為続けてたら、そのうち、結局、懲罰狩りみたいな、マジ暴走族が現れる。それは、ほんまに安い、スクーター、要するに、ゲンチャリ乗っただけとか、あるいは、車に乗ってても、なんか明らかに、昔の、なんか取れたのカローラの、往年のカローラ。これ、お金もろって、その引き取ったんか、修理工場から。ガソリン車だ。その、要するにもう電気自動車とかの時代になっていくと、ガソリン車がスクラップになるから、それトヨタが要はけないとしたら、作ったはいいけど、ガソリン車を分解するのが、もう株価が変わりますからって、お断りしますと、トヨタ秋夫が言ってみんな。ありがとう。おい、何やそれって。あとは元のあれかよ、大量生産のキング名で、ナキングトヨタが怒られるやろ。で、まあ、それはそれとして、その安い原価に乗ってる、本当に昔の、ほんまの暴走族は、まあ、20歳前後で引退せなあかん定め、起きてやってんけど、ね。だってもうその場で、もうそんな発散すんのやん、普通。その年を過ぎても、夢見る頃を過ぎてもちゃうけど、その年過ぎても、それせなあかんって。どんなん不良ちゃうやん、その生い立ち資産ちゃうやん、ちゅうか。金持ちやろ、そんなやつ、もともと恵まれた。な暴走族から嫌われるタイプが爆音行為やったの。ってことは、ほんまに暴走族志願者、要するにめっちゃ若いやつらが、当然現地やりやん、まだ。それ乗って。で、低速暴走族、要するに昭和安全圏爆音族、昔の親父狩りみたいに始める可能性めっちゃ高いねん。今度はしゃあないからもうね、爆音行為してるオスタンドも金ばらまかんかんやろ。おい、これなんかジュースのとこ買ってこいよって言われて、こんな、うわーってなってるけどな、こんなジュースの買ってこいよって。あ、くれんの最後のと思って。またそういうヤンキーも現れてくれへんのか、ほんとだよって、バコンバコンされてな。やめろやめろって、ボンネットとかもうなんで、車体のボクボク。頭で車体のボクボクって、こんな感じで。それは漫画やけどな。もう大変なことになると思う、たぶん。うちはもうそんなんする年齢ちゃうから。そういう発散も済んでるから、うちは。だけど、まだ発散済んでん、親父と。今まさに発散期の若者が激突したりしてな。
だから、ホームレスは別にいいやんか。ホームレスを狩るなよ。なんもあるないねんか。お前らの未来やんけ。未来狩りか。これからホームレスをいじめてるガキとかと未来狩りって言うぞ。自己未来狩りって。自己未来隠滅行為かな。なそれよりも、蝶爆を買ったら楽しいよ。な絶対金出しよるし。ホームレスと違って。で、爆音行為してたやつだけ狙いよ。じゃないと、その少年じゃすまんからな。明らかに、その、けしからん運転の仕方してる金持ち車狙ったら誰も怒らへんよ。で、そいつの親父、お父様、要するにみんなから見たらおじいさんやな。じいさんがどっか、けしからんって言わへんやん。なんかかっこ悪いやん、自分の息子。あんたらから見たおっさんやんだけど。じゃあ、息子がそんなことしてたって。世間様に、バレたらあかんから今もの話やん。おじいさんのたちが。なんかでも、ほったらか知らんぷりやな。なんか、超爆って生贄みたいなもんやん。その1万4000円。400人分のな、なんかそんな話もあるな、蝶爆のことやね、蝶爆のこと。生き見えライダーな。で、それはそれとして、その、芸能界の方でも、世界を救うと称してな、なんか、イギリスやアメリカその歌な。歌ってきたらみんなを救うっていう、お題目の歌に。な、でもその代金も高かったよ。あれ、イギリスアメリカスタイルやね。でもアメリカの選挙見たら、あれっておかしいぞ。ほんまにこの国マシな国なんかって。っていうか、不正選挙って、アメリカの世界最高峰アメリカ芸能界が、やんやん、どう喜びしてなんか盛り上がって、私たちの時代よとかって、果てのマークつきまくって、うん、だうちが言ってた通りやるだから。うちちゃんとイギリスもアメリカもドイツもな、中国もな、言ってんねんからね、これ。つぶさで見てきてんねんもん。西暦2000年までに。もう見てきてんねん、そんなもの。ああ、もうこいつらと思ってんから。なんだか言ってて、もう化けの皮剥がれたと思うで。さあ、ほんだらもうなんか、今のロックってな、英米系やから。もしあれかみんな高橋一華さん聞き始めるダン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 スピリチュアル方全集の影響やったら受けてるって知ってる鈴木大拙って先生がな、やっぱりウッドストックのこの時代に渡ってんだ、アメリカに。体の戦争渡ってるんだけどな。禅の戦争渡ってんの。で、外国人仕込んでんの。実は。そんなのスピリチュアル、ブームなんですよ、実は。禅ブームなんで、要するに、ザクッと言えば。自力音楽な。実はそうなんですよ。で、私にはまあ、前週の、ね、大本さん、まあ、間違いかな。で、それはそれとして、うちの発言もなんか全臭いよ、なんか。だってその、生まれた門真氏が、一級禅師のお母さんの成果があった町やし。で、何よりもその、一級の顔ってあれ天皇家の顔か怪しいやろ、なんか、毛利元就みたいな顔してるやろ、一級の顔。明らかに変やろ、忍者やろ、あれ。あれ、天皇家のお年だね。で、同志社大学は、田辺校舎の方が一級寺、田辺の一級寺、一級さんの最後のお寺ね。で、修行してた寺の一つの相国寺。まあ、お寺から、相国寺におった、足利義満さん、相国寺から先生、実は。その相国寺、の
何かになる同志社大学やったし。で、今、まあ、臨済省の、小平さんや藤のある、多治見の、自力本願ルート通ってきてるやろうち。カルト学もやったら自力本願って、大友とか、金田線とか、同志社大学の、自力本願の、学校やった全部。幼稚園はね、まあ、なんか、知られる幼稚園やったから、マリア系かなと思ったら、全然。キリスト教の木の字もなかったなんかよくわからん、どうしてだよってキリスト教 の、 考え方ちゃう、実は禅宗っぽいね。新島ちゃんが言ったら禅宗っぽい人物だったからあらかわかわかな、江戸時代から続く、まあ、薬種丼、薬種丼ややったし。じゃあ、竹田、そうか、白投げとか、飯だよね、はっきり言って。王子製紙買って、東洋インク三菱買うかって。あらかわかわから見たら、実は飯だよね、全部。遺伝使って飯だよね、今日さらかって。全部飯だよね、ほんと、あらかわから見たら。まあこの辺にも荒川って名前あるけど、まあ荒川さんバリバリスの先人の超ハンサムどう言ったらいいかな説明するとどう言ったらいいの、まあハンサム男系男系男系まあこの辺にもよくおる顔、ただ関西ではなそういう顔の人たちってめっちゃモテるわな、もちろんな。でこの辺で普通やの。漏れてる。ごく地味な子、そんな、超イケメンやとか、ちょうちょうぐらいにしよう。東北地方もな。ついでに言うと和歌山とかもな。もっと言えば、もっと言えば、鹿児島がそれやとか。何の話だったかな、まあ、鹿児島にもダメなやつおるよ。鹿児島に幻想持ったらあかんで、ね、ちょっとブワーっとなってるんだけど。もうダメすぎて突き抜けたって説もあるけど。それはそれで置いといて、アイスの人と仲いいよ、うち。しかも、どうしちゃって、の前に、その五所あんねんけど、そのもんなら、ハマグリもんやで、ね。薩摩藩ってあったから、どうしちゃって。もともと冷泉家の敷地やけどね、ドバッとな、ドバッとか。五所買って冷泉家が貸してんね。まあ、上優雄三って言ったら冷泉家の人物だけど、じゃあ五所の地主やね。同志社大学と五所の地主、小国寺とかの地主、上優雄三。まあ、ブラックに見えるな。あ、笑った。ちょうどなわけで、その、結局それその走らなくなってくる、バックの速度たちも超安全低速度いられなくなり、とにかく俺らも暴走速度やった危険走行じゃなんかよなってくるさえないと襲撃されるやろってガキどもに、現着になってガキどもに高らってくるすぐあーうわ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 なかなかナイスな時代になる。まあ日本男子またな、それでもやられていくやろし、また強く世界最高峰の男子に戻るでしょうし、日本男子がな、そんなんが原因で最高峰なんでね、その清らかかって迫害されたらなれへんし、第一。
楽しみでしょ、そしたら。